世界で一番短い聖書のお話の時間となりました。今日はマタイの福音書7章7節です。求めなさい、そうすれば与えられます。昨日まで、ギリシャのパトモスというところに行ってきました。パトモスというのは使徒ヨハネが、黙示録の啓示を受けて、ヨハネの黙示録を書いた場所なんですね。でその場所は山の中腹にありまして、私たちはいつもその場所に行って、この外に、この祈れる場所があるので、そこで座ってこう黙想し祈っていくのを習慣としています。そして今年、ちょっといつもと違う事柄が起こったんですね。それは何かと言いますと、そこの場所に行ってですね、祈りますと蜂が飛んできたのですね。それが、離れないんですね。それで蜂は刺されると痛いですし、もうすでに刺された人もチームの中にいたので、非常に神経質になって、蜂を追っ払っていました。それで祈る集中がだいぶそがれてしまったんですね。そして、降りてきたんですが、その次の日ですね、そこで礼拝をする予定だったんですね。そうしますと、この蜂がいるとですね、いろいろなこのことに支障が出、妨害になります。また同時に刺された人が出てもね、これは大変なことになると思いましたのでですね、それでですね、祈ることにしたのですね。求めなさい、そうすれば与えられます、というふうに書いてあります。で、私たちはいろんな問題とか困難に当たるわけですが、その時祈りを知っているのと知らないのとは大きな違いがあります。そしてですね、蒼天で私たちはこのことを祈り込んだんですね。蜂が来ないように、礼拝の時に蜂がやってこないように。でそうして祈って、そのヨハネの洞窟のところに行って礼拝をしたんですが、蜂が来ないのです。全く嘘かのように一匹もやってこないんですね。そして終わった後に私たちは言いました。一匹もやってこなかったね。で主をあがめたんですね。主が祈りに聞いてくださったのです。でそうしましたら、その日の夜に一つ主が祈りに聞いてくださったことを確証するような出来事が起こりました。でそれはレストランで私たちはですね、ご飯を食べていたんですね。ギリシャのレストランですが、路上に出て、そしてそこに机とテーブルがあって、そこで食べていたんですね。そしたら蜂がやってくるのです。もう今まで見たことのないぐらい多くの蜂がやってくるんですね。そして肉のところに行ったり、私たちの周りを行ったり、いろいろいたしました。私は感じたんですね。祈ってる時に神様はとどめられ、祈っていない時に蜂がやってきた。まさに祈りは大きな助けということをですね、そこで確信しました。皆さんにとっても祈りは大きな助けです。どうぞ熱心に祈り、さらに求めていきましょう。どうもありがとうございました。